喧嘩売ってんのかじゃなくて、意味がわかる？わかんない？喧嘩売ってるだろ。わかんなかったらじゃあ答えてあげるね。でも喧嘩あの、やってないことを、やってないことを、いや、喧嘩売ってんのかじゃなくて最後まで話聞いて。子供じゃないんだから。閲覧いくつあんの？閲覧いくつあんの？あ、同時閲覧9なんだ。俺よりも需要ないじゃん。閲覧今9なんでしょ？今閲覧9なのにさ。いやいや、ちゃうやん、ちゃうやんか。うん、お前さ、積み重ねたものがちゃうやんか。ん、俺なんか、ほんまに適当に配信してるだけやから。お前なんか、一生懸命 YouTube に動画アップして、なあ、うん、なあ、え、うん、だからお前より結果出してるの。生活してるようなお前がやで。だからお前より結果出してんの、はい。お前は適当に配信に向き合ってるから、結果出せてええやんけ。全然結果出してへんやんけ、お前。お前には言われたお前、この間の放送見たぞ、お前。おい。10分、15分コメントなくて、無言で放送切った放送見たぞ、お前。10分、15分経っても、お前コメントあったやろ、お前。その放送俺も、ロモって見とってんけど、なあ。お前がさ、ヘビーで俺の。はい、お前、聞けや、お前、これ。ちょっと待って、ウイスキー君さ。ぐらいな、お前、おい、お疲れ様ですぐらい言えや、お前、ボケ。あのさ、ウイスキー君さ、さっきから、だから話まとめるとね、あの、ウイスキー君がさ、俺の放送を見てるだけで、ウイスキー君が、ね、自分よりも、ね、格下だとか、需要がないとか言ってるけど、自分の方が全部ブーメランじゃん。わかる？それもわかんないの？なんで？日本語わかんない？なんすか？だって、今閲覧9なんでしょ？自分のこと棚に上げて話しすぎじゃない？うん。で、お前と違って俺は適当に放送やってんだよって言ったじゃん。適当にやってるから適当な結果しか出ないんだよ。リスナーさんはね、本気でやってるからね、そういうの見てるよ、ちゃんと。だから人気出ないんじゃないの。うん。だから需要が出ないんじゃないの。いや、ちょ、待てや。うん。お前さ、うん、じゃあお前は、お前自身の配信は需要あると思ってんの、うん、で、そして、あの、何、自分、人気あると思ってんの、うん、お前の配信。少なくとも君よりはある。俺よりはある。俺と比べるんや。当たり前じゃん、お前と話してんだから。誰と話してんの？誰と比べるの？俺とお前の話じゃないの？なあ。当たり前じゃん、お前と話してんだから。俺と比べるようじゃあかんねん。まったく。俺なんて、だってそんなあれやもん、小物以下やもん、だって。そうだね。小物以下やもん。小物以下の、何？あの、配信者と比べるお前は、もう小物以下の、うん、もう小物以下の、小物以下やわ。お前は。お前が言うの、それを。他の人が言うんだったら分かるけど、お前が言うの。いや、俺と比べる、いや、俺はだからもうゲノゲやんか。あ、分かった分かった。じゃあ誰と比べればいいの？ゲノゲの配信者とお前は比べてるわけやろ。うん、じゃあお前もあれやわ。ゲノゲの。うん、ゲの。あ、分かった分かった。だから誰と比べればいいの、俺は。誰と比べればいい？いや、それは、誰と比べればいいって、それはお前自分であれやんか。うん、あの、うん、決めるやん。少なくとも、君が今10人ぐらいで、俺が60人ってことは、60倍需要あるから。OK？ え、あのね。60倍じゃないや、6倍だ、ごめん。はい、4パ危ねえ、今疲れたらやばかったな。やっべえ、危ねえ。いや別に動画されても全然ええねやんか、別にさ。論破を自分でしたよ。いや、ええねん。全然別に論破されても全然いいんすよ。ただ、うん、いいんすよ、別に、あの、うん、和道さんに論破されるのは全然いいっすよ、全然。全然いいっすよ。うん、論破されたからなんなら、話になってきますかね。ね。いや、この企画で、俺を論破するやつを待ってるんだよ。うん、この企画って、俺を論破するやつを集めてる。どんなテーマでもいいから、そう。え、で、結局、なんで、なんで、今更喧嘩突なんかしたんすか、うん、いや、なんか、最初だから論破王って名乗ってたのね、俺。理屈で俺に勝てるやついないって俺が吹かしたのよ。そう。で、それだと人が集まらないから、じゃあ、喧嘩突で集めてみようっていう話。うん。はいはい。うん。じゃあ、ありがとうございました。ちょっと待てや。待てや。ちょ、メール打ってるから。うん。よっしゃ。ちょ、待て。
だろ。よいしょ。あれやな、まあ、結構、はい、放送拝見させてもらってるんですよ。ありがとうございます。でね、久しぶりっすね、こんなに、いや、だから俺覚えてないって。リスナーさんが、うん、こんなにコメントくれてんのって。ほんま久しぶりっすよね。やっぱ喧嘩どつってやっぱ必要あるんすかね、やっぱ。ありがたいっすね、ほんとに。でもあなた自身は需要ないっすよ。あなた自身のその喧嘩以外の配信はもう需要ないっすよ。今のところまあ需要 あるっていうふうにまあ認識してもいいでしょ。うん。それ以外の配信は需要ないですよ。なので、配信やめてもらっていいですか？さ、人にさ、配信やめろって言われてやめる配信者なんかいないよ。お前いつまで続けんじゃん。そう、ウイスキー君さ、ねえ、ウイスキー君さ、俺が配信やめろって言ってもやめないでしょ？やめますよ、じゃあ。じゃあ、お疲れ様でした。お待てやわ。お待て。え、今やめるって言ったじゃん。うん。俺もやめて、お前もやめろやじゃん。俺やめない。うん。俺は大事な人がいるから。うん。俺は大事なリスナーさんがいるから。お前、そういう気持ちを並べんの、お前。うん。切れ事じゃない、ほんとほんと。俺、ヘラって何回も自爆してるのね。うん。ヘラって何回も自爆して、今、やっとこうやって、あ、ワードを見つけたって言ってくれてるリスナーがいるの。だから、下、なんかさ、人間ってさ、上に上がってる時も下に下がってる時もあるけど、下に下がってる時に応援してくれてる人が俺はファンだと思ってるから、その人たちを大事にしたい。うん。それが本心。うん。あ、そう。うん。じゃあ、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待ってや。最後ね。まったく長いな。うん。多分な、ニコ生、うん、ニコ生 しとったでしょ、和藤さん。ニコ生やってますよ、僕。今でも。多分ね、うん、あれなんですよ。うん。うん、始めた時期が一緒なんですよ。2013年でしょ。13年の7月の11日でしょ。時期一緒なんですよ。うん。コミュニティ俺の方が上っすよ。うん。何レベル？レベル40っすね。あ、そうなんだ。俺レベル53回作ってる。あなたあれでしょ。別にコミュニティで別に比べるわけじゃないですけど、ね。あなた、うん、人のコミュニティなんか、うん、もらってたんでしょ。俺今やったら、ね、ニコ生今枠開いたら、ね、閲覧人数100人超えるけど、今何人集まってる？ 3 年やって。累計閲覧。500ぐらいっすよ。え？500ぐらいっす。500集まんの？ああ。ね、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。